こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン室、7つのチェックポイント。1つ目、アカウント作成を完了しないのは NG。これね、途中でやめて、ほったらかしにしてまた作っちゃうとか、そうするとね、かなりめんどくさいとか、場合によってアカウント作れなくなります。ですからね。間違えて作っちゃったという場合もね、もうこれ完了するというのが重要です。二つ目、電気を使った消費は NG。これね、本当重要です。電気使う、バッテリーだの電気とか使うとね、まあそれこそ、年間何百万ぐらい儲かっててね、よしよしという感じでやったところが、わずか一件の事故でね、利益全部吹っ飛ぶということが起こり得ますんで。電気を使った消費はもう本当合わない。やらない方がいいです。それから3番、レビュー集めは NG。ね、そこかしこにね、商品レビューとか出品者レビュー集めましょうみたいなね、情報ありますけど、これね、実は大して効果ありません。その割にはリスクでかいと、ね、いうのがあるんで、まあ、リスクというのはもうアカウント削除されます。ね、でこれはね、かなり厳しい形でチェックされますんで、その後アカウント作るのは非常に困難になります。レビュー集めは NG。そして4番目。悪い評価を削除せずに放置するのは NG。これね、悪い評価消さないと売れなくなっちゃいますんでね。悪い評価はもう即削除するというのが重要です。5番目。値上げのタイミング、値下げのタイミングを間違えるのは NG。これどんなタイミングだよというのをね、チェックしておいてください。6番。商品発送前に3つの確認をする。これをやらないと、まあ、ちょっとね、後々面倒なことになったり、することがありますんで、3つの確認をした方がいいなと、ね。これもね、重要なポイントです。で、7番、商品補充の際にやるべき3つのこと。ね、商品を補充する際もやるべき3つのこと。ね、まあ、これはね、いずれももう習慣化すれば大して手間かからないと。ね、6、7ですね。6、7、これ発送前、ね。それと補充の際。やることは習慣化すれば大して手間かからないこと。で、何らかのトラブルがあったときには非常に役立つことなんで、もうぜひこれはね、やっておくことをお勧めします。で、この中の項目一つでもね、これ何言ってんだかわからないよという場合はね、お気軽にご質問ください。いろいろね、マニュアルとかね、動画分量が多くて、まあ、重要なことをね、見落としちゃってる、サポート受けてる会員さんがいることに気づいてね、まあ、この7つはもう必ず、守る、ね、チェックした方がいいなということでね、また動画作りました。もうこれは目立つところ、マニュアルとかね、動画の目立つところに貼り付けて、常にこれチェックするという形にしてほしいんでね、また内容がわからないという場合はね、解説動画作るなり、以前の解説動画ご案内しますんで、お気軽にご質問ください。この前半5つを間違えるとアカウント削除の危険がありますし、後半2つをやっとけばね、得することたくさんありますんで、この7つは、必ず守るという形でね、アマゾン室に取り組んでください。アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。